はい、皆さんこんにちは。こまめです。今日はですね。8月18日です。お盆も終わりましたが、まあ酷暑がひどいですね。まあ、さっきですね。車の温度計4 1度でした。まあ、今日はですね。面倒くさい。をお金に変えている人たちの話をしてみたいと思います。まあ、今朝なんですけど、まあ、うちの会社にですね。見積もり書が置いてありました。 まあ、トヨタのアクアっていう車の見積書なんですけど、まあ、私の父がですね車を買い替えるっていう話をお盆前からしていてですねまあ、大きい車っていうのはもう年でもあるんでだめなんでですねまあ、一番無難なところまあ発売されても10年近く経ってるし、まあ、悪い噂もないんででですねで乗ってる人も多いんでまあ、この辺が一番いいんじゃないのかなという話をしていました。 まあ、そしてですね、まあ、以前から付き合いのある、まあ、トヨタのディーラーのですね担当者に連絡していたらしく、まあ、見積もりを持ってきていたようです、まあ、中を見るとですね本当すごいものでした、まあ、売る気はあるんですかっていうくらいのものでした、まあ、装備はですねもういらないものまでフルにつけてあるし、まあ、値引きもですねほんのわずかでですね車じゃなくて喧嘩を売ってるのかっていう感じでした。 契約はですね、まだしてないですし、まあ、父に話を聞いてみるとですね、まあ、もう少し値引きをできるとか言っていたし、まあ、いつもよくしてもらってるからとかなんか言ってたんですけどもうかもです。まあ、いくつかですね、比較するとすぐに分かることなんですが、まあ、その術がないんですね。だからもう営業マンの言うことを鵜呑みにせざるを得ません。 あいくつかですね他社から見積もりを取ったり、まあ、アクアだったらですねトヨタのどこの店でも売ってるんで、まあ、例えば、熱とかトヨペットとか、まあ、どこでも取り扱ってるんでですね、まあ、そこから見積もりを取ればいいんですが、まあ、めんどくさいんでしょうね、まあ、車はですねアクアにするかちょっと再検通して考えることにしたんですが、まあ、こんな風にですね、面倒くさいからっていう理由で、まあ、しっかりと検証しなかったり相手の言うことをそのまま信じたりする人、まあ、結構多いんです。 先日、ですね取引先の社長さんとしば,らしばらくぶりに話してたんですが、まあ、持続化給付金の話をしていましたあの売上が50%以上落ちていたら、まあ、個人事業主で100万円。 法人だったら200万円もらえるっていうやつです、まあ、そこの社長さんとこはでろは、ねまあ、4月に売り上げが激減したらしく、まあ、50%以上売り上げが落ちていてですね国の持続化給付金200万円をもらったようなんですけども、まあ、よくよく話を聞いてみるとですね税理士さんにお願いして手続きをしてもらったようなんですが、まあ、なんとですね手数料として20万円取られたそうです、まあ、ちょっと考えられません,、まあその税理さん と言ってもですね年に一度だけなんです決算の時だけお願いしているっていうことだったんですがまあ、こういった給付金があるよって言ってきたそうですもちろんですねその社長さんも給付金のことは知ってたんですがまあ、結構大変そうだったんでですねお願いしたとおっしゃってました、まあ、ただですねもしかしたら何かしらの基準みたいなものがあるのかもしれないんですがまあ、20万円は高すぎます、まあ、言ってもですね持続化給付金です 売上が落ちて会社が潰れそうだからなん、まあ、とか継続するためにもらうお金なんですでもちろん、ですねただとは言いませんけどもうぼったくりすぎです、まあ、そこの社長さんも社長さんでですね、まあなた20万円の純利益を出すのにいくら売り上げないといけないのか分かってるのと、まあ、ツッコミを入れたかったんですが、まあ、今更でさら、ね、そんなことを言ってもしょうがないんで言わなかったんですけど、まあ、いたたまれない気持ちになりましたね、まあ、確かにですね。 持続化給付金の手続き、まあ、結構大変なんですで。私の会社はですね、まあ、なんとか今のところ50%以上のダウンはしてないんで、国の持続化給付金はですね、申請してないんですけど、まあ、県の給付金、まあ、月ベースでですね、前年比30%以上ダウンしているならもらえるやつなんですが、まあ、こちらは申請しました。まあまあ大変です。 まあネットでですね。すべて申請できますし。まあその分ですね。証拠資料とかをスキャンして送ったりしないといけないんですけども。もまあ、説明資料だけでもですね。結構あるんでかなり時間はかかります。まあ、こんなたくさんのですね。説明資料があるんですが、まあ、8割8割方はですね。読まなくてももういいもんなんですが、まあ、読んでしまわないことにはですね。読まなくていいかどうか、なんてわからないんでまあ、とりあえずですね。目を通したりし。たり、 してたんで,でもちろん、ですねあと初めてのことなんでっていうのもあってですね手際も悪かったのもあるかもしれないんですけども、まあ、申請するのにですね丸1日かかってしまいました、まあ、ただ、ですね私でもこの程度の時間で申請ができたんです、まあ、それをですね20万円っていうのはちょっともったいないなという感じがしました、まあ、他にもあります去年のの話なんですが、まあ、飲食店のオーナー まあ居酒屋さんなんですが、まあこちらですね、六十歳、六十代の方なんですが。まあ仕事とはですね、全然関係のない方なんで、まあいつもですね、気軽に話してるんですが。まあ飲みに行った時にですね、冷蔵庫を新しく、新しくしたって言ってたんです。まあ業務用の冷蔵庫なんでですね、まあ結構なお値段がします。まあいくらしたんですかって聞いたらですね、七十万円とのことでした。まあ某大手のですね、もう業務用厨房機器なら、ここっていう会社の冷蔵庫なんですが。まあやっぱり高いな。 と思いつつですねその場で、まあ、ネットでピコピコと検索したら、ですねなんと同じものがですね35万じゃありませんか、でこのことをですね直接言うと気を悪くするかもしれないと思って、ですねまあえて直接は言わなかったんですが、いろいろとです、ね、経緯を聞いてみると、まあ、いつも来てくれる営業マンがいるからとのことでした。 まあ70万っていうのがですね、まあ、本当かどうかもちょっと分かりませんしいろいろな設置費用だったりですねもしかしたらメンテナンスパック的なものがあるかもしれませんし、まあ、ただ、ですね設置費用なんてです、ね、5万円もかからないんじゃないかと思います、まあ、私だったらですね設置なんて半日もあれば十分できますし、まあ、例えば、ですね町の電気屋さん1人と、まあ、赤帽とかですね荷物を運ぶだけじゃなく作業員としてもですね来てくれます。まあ、この辺りをですね手間を 惜しまずややればですね。もっと安く済むのになと感じました。まあ、こんな風にですね。面倒くさいとか手間だとかいうのをですね。まあ、かなり高い金額で購入されている方たくさんいます。まあ、解決策っていうものはないかもしれませんが、まあ、1つやれるとしたらですね。面倒くさい。手間だ。だ と思ってもですね、まあ、それをいちいち立ち向かってやってしまうという癖というかですね、まあ、習慣をつけることしかないのかなと思います。まあ一度習慣化してしまうとですね、まあ面倒くさいものに対しての抵抗がだいぶ少なくなるんじゃないかなと思います。まあ、ただですね、世の中面倒くさいことをやらない人まあ、結構多いです。まあ、決してですね、それが悪いとは思いません。 人によってですね、エネルギーを注ぐところが違いますし、まあ、本業が忙しかったりすると、ですね、どうしても他のところまで気が回らなかったりします。まあ、逆に、ですね、まあ、そこにビジネスチャンスが落ちてるんじゃないかなと思います。まあ、今やっている事業自体がですね、今後どうなるかわからないから新しいことをやろうと思っている方、まあ、もしくはですね、そうじゃない方であっても、ですね、面倒くさいっていうのをです、ね、ビジネスにしてみるのもいいんじゃないかなと思います。ごご視聴ありがとうございました。